は、プロライトサウンド、2013フランクフルトの方でこのファンブリーブースの方で、オリオンドと、赤いの NPC40 を使った、セッティングのデモンストレーションを、紹介したいと思います。今こちらのマシンの方ですね、オリオンドが入ってまして、USB のコネクションでこの APC がつながっています。で今APC40 のですね、セッティングの方がされている状態なんですが、まあ、非常に効率よく使うことができます。例えばこのクリップランチパッドの方はビヨンドの、このグリッドラインに対して使うことができますので、例えばここを押すとこのように、クリップ、キューリストを変えることが可能になります。ちなみにキューリストのページを変える場合はこのバンクの切り替えでページを切り替えることができるので、非常に、まあ、アクセスが簡単になります。例えばこのページでこのキューを選んだとした場合、見ていただくとその選んでるキューが点滅します。このままキューを押すことによってレーザーがスタートする。こういう形ですね。で、このアサイメントは自由に行うことができます。例えば、このクロスフェーダーの部分に、カラーですね、カラーを割り当てることも可能になります。あとは、ローテーション、回転とか XY 軸ツールに回転を、加えることが、その他 BPM シンクに対応もしてますので、まあ、音楽に合わせてテンポを叩くと、ビヨンドの方の、メトロノームのカウンターがそのテンポに合わせたシンクを行うという形ですね。で今これ、FB3、USB イルダーの、変換器が2つついている状態なんですが、これ今同じ、プロジェクターに同じデータを送っているんですけど、例えばこちらの方のプロジェクターのゾーン切り替え、今2つに対して1つの球を送っている状態です。例えばこちらの下手の方の球に対して映像を送るとなるとこのような形になります。例えば今度上手のレーザー、プロジェクターに対して球を変える。で2つ点滅させることによって同じ球で操作させることが可能に。その他この下の方にある、クリップソロボタンに関しては、ビヨンドのですね、エフェクトチャンネルを切り替えることができます。例えば1個押すとこのようにエフェクトがどんどん切り替えることが可能になりますね。でレーザーの出力に関しては、この3つのボタン、プレイ、ストップ、レック。ストップの場合はブレイクアウトボタンになっています。でレッグの方をスタンバイしてプレイを押すことによってレーザーの方が出力されるという仕組みになっています。で非常にまあビヨンドまたはクイックショットの相性もこの APC40 非常に高いですので、何かライブパフォーマンスでのコントロールとか、音楽に合わせて、操作する、または、Q を使って、リアルタイムに出力する場合はこの APC40 を、非常に強くおすすめしています。